はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第136回でございます。で、今回はね、ひっささなんですけど、このチャンネルについて、プラス告知ですね、をさせていただきます。で、えっと、このシリーズというか、まあ、このチャンネルについての説明ね、3ヶ月に1回くらい撮ろうかな、みたいなことを言ってたんですよ。で、さっき確認したら、前回が2015年の5月10日かな。多分ここから撮ってないっぽいので、違ったらちょっと申し訳ないんですけど、約10ヶ月。 やっちまったっていう感じですね。で、まあ、3月末で来月から、ね、みんなが新しい学年に変わりますので、まあ、そのタイミングでもちょうどいいかなと思って、今回ね、撮らせていただきます。で、そこにね、質問書いてあるように、あなたは誰ですかとかって、これ、このまま本当に質問を受けるんですよ。あなたは誰ですかとか、何者ですかみたいなね。あと、右上のね、あとでお金かかるパターンでしょっていうのは、先週ねあの、メールもらったんですよ。 でそのお金かかるパターンってことがちょっとね俺ツボにはまったんで今回使ったんですけど、まあ、よく聞かれる質問ね答えていきますで普段から使い慣れてる方はねあ知ってるよみたいな感じがすると思うんですけど、まあ、質問したいのですがのとこと告知あたりはちょっと聞いといてほしいなっていう気持ちはあるのでもしよかったらお付き合いくださいあんま長くなんないようにね気をつけますんでじゃあ早速いきましょう で、まずね、あなたは誰ですかっていうとこなんですけど、えー、名前、ハイチという活動名です。これは本名ではありません。ハイチとして活動しております。で、えっ、ー、と、漢字で書くと、葉っぱの葉に数字の1です。よく、陽一と間違われますが、ハイチと読んでやってください。で、と、まあ、聞いてる通り、男でございます。あのー、で、年齢がですね、今月、誕生日迎えまして、31歳になりました。YouTube に投稿して、もうちょっとで丸4年になります。 で、科目、何がありますかえ、これ、小、中、高あるんですけど、小学生は、小学校3年生から6年生の算数です。え、単元、ちょっと抜けてるとこがあるので、これから補充したりとか、まあ、取り直したりすることもあると思うんですが、一応3年生から6年生の算数があります。で、中学校は、国、数、A、理社、5科目、全部取り終わっております。で、えっと、副教科の体育とか美術とか音楽、あの辺はありません。 で、高校は、えー、自分、専門が数学なので、高校は数学のみです。で、数1と数2は取り終わってます。ちょっと取ってない単元意図的に取ってないのもあるんですけど、基本的に取り終わってます。で、数 B が、えー、もうすぐ終わります。はい、取り終わります。で、えっと、数 A は、一、えー、章だけ取ってあって、まだ取っておりません、後ろは。で、数3はまだ手を出してない状況でございます。えー、これが科目。 で、次が大事なんですけど、質問したいのですが、と。で、これはですね、あと、相談と質問、えー、今メールでたくさんいただいております。メールと、ツイッターか。で、いただくんですが、えっ、ー、と、ありがたいことにね、結構な、びっくりするよう量をね、いただいたりするので、あの、物理的にちょっと全部返せてはおりません。で、まあ、なんかね、打開策とは言わないんですけど、ま、あ以前から告知してるように、 多分ね、5月に入っちゃう、4月に1回ね、こう、試しにやってみたいなと思ってるんですけど、えー、5月に入っちゃうかな。こう、YouTube に、あ、でも、なまっちゃった。YouTube に、YouTube ライブっていう機能があるんですね。で、これ簡単に言うと、YouTube 上で見る生放送のことなんですけど、あの、それを使ってですね、こう、まあ、今まで、勉強キャスっていう、ツイキャスのサービスを使ったね、勉強キャスってのをやってて、あの、自分も、あの、勉強、自分の画面が映ってるんですけど、みんなのところには。 そこで勉強したりとかするので、一緒に勉強しようぜ、みたいな。ほんと無言で時間が流れるんですけど、みたいなのやったりとか。で、その最後に、えっ、ー、と、質問、勉強の仕方とか、まあ、不安なこと聞いたりとか、そういうのね、答えたりはしてたんですけども、えー、それを YouTube ライブでやろうかなと思っております。で、その時に、えっ、ー、と、例えば、その生放送中にですよ、Twitter に、わ、えー、からない問題を、シャメ付きで、これ絶対とルールとして、 わからない問題と答えも一緒に送ってもらうのがルールにしようとは思ってるんですけどあの送ってもらってじゃ今この問題えっと質問を受けたんでこれ解きますみたいな感じで多分手元を移す形になると思うんですけどまあね本当何分かの間に12問しか解けないとは思うんですけど聞かれた問題を生放送でこう教えるというか解くみたいのもちょっとやりたいなとは思っているのでまあ、多少ですけどねこうもうその場で質問を返せたらなとは思っております で相談普通に勉強の仕方とか、まあ、恋愛の相談とかもいっぱい受けるんですけど、あのーまあ、みんなの目に触れてほしくない相談に関してはメールとかで送ってください基本的に、えー、全部は返せないので本当に返ってこないだろうなっていう気持ちで送ってもらえたらありがたいんですけどで、まあ、みんなの目に触れてもいいんだったら、えー、となんだ Twitter とかあと w、えーまあ、ツイキャス今やってるんでねツイキャスとかで振ってくれればツイキャスはほぼ全部返しますんで はい。なので、まあ、その辺使ってもらえたらなと思います。詳しくはね、あの、自分のツイッター見てもらえると、なんか、リアルな状況がわかると思いますので、よろしくお願いします。で、次が、そのね、パターンだね。後でお金かかるパターンでしょってやつですね。で、これは、よく保護者の方に、えー、聞かれますね。特に YouTube にやっぱり慣れてない保護者の方に聞かれるんですが、えー、自分のこの動画、 何本見ても何回見てもお金かかることはありませんただ、えー、と電気代とその通信料ネットのね通信料はかかりますけどもあのー、この動画を見るから実は後で請求が来るとかっていうことは一切ありませんので,で YouTube のいいところは登録が必要ないので、はいあのー、登録をすることなく送ることができますから、あのー、ぜひぜひ安心して使ってもらえたらなと思いますたださっき言ったあの YouTube ライブなんですけど生放送の時に コメントをしたい場合は、YouTube のアカウントが必要になります。確か。なので、そこはちょっとね、あの、差が出ちゃうんですが、普通に動画を見ていただく限りにはね、えっと、登録とか必要ありませんので、ぜひぜひ、えっとね、まあ、勉強のお供に使ってやってください。で、あと、問題のレベルですね。えっと、どれくらいのレベルですかって聞かれるんですが、もう単純です。教科書レベルです。単純に。これは、えっと、小、中、高全部共通していることです。あのー、 これはですね、自分の何つうんだろう、うん、信念というかまあんだろうなこう決めてることがあるんですけど例えば中学校のまあ歴史とか、ね、地理とか全科目取りましたけど自分の動画を見終わった時に教科書の内容が全部網羅してる状態にしたかったんですだからそれは考えと絶対になってますなのでえっ、ー、とめちゃくちゃ難しい、えー、と私立高校の入試問題とかその偏差値70を超えるようなところの対策とかには全然合わないです 基本的には学校で勉強する内容はでもどこを調べても出てくるよみたいな状態にはしてありますので、まあ、そのぐらいのレベルかなと思ってください。まあ、あとは、えー、とその教科書レベルプラス結構有名だったりする問題ちょっと難しめの問題とかはたまにこうちょっとずつポチポチで入れたりはしてるんですけど、まあ、基本的には教科書レベルかなというふうに思ってもらえたらありがたいです。 はい。駆け抜けましたね。はい。で、最後告知でございます。え、二つあります。で、まず一つ目。参考書と書いてあるんですが、これね、以前から話してたんですけど、あの、春にですね、自分の参考書が発売されることになっておりました。で、科目は、え中学校1年生と中学校2年生の数学でございます。なんですけど、<laughs> なんですけど、え、おとといですね、連絡が来まして、えっと、発売が延期になるっていう。 あの編集者の方がですね、ちょっと間に合わないらしくて作業がそう難航しておるということで、えー、っと、遅くても、えー、夏休みかな。夏休み前には出したいなみたいなことを言っておっしゃってましたけど、なので今あの、夏前に発売かなというふうに言っております。ちょっと遅れてしまうんでね、申し訳ないんですが、はい。<laughs> あのね、 結構本人ショック受けてて、れ。<laughs> そう。ですけどね、まあ、発売は決定してるので、あのー、もしね、ちょっと楽しみにしていただいてる方がいたら、あの、申し訳ないんですが、ちょっと、あの、首を長くして待っていただけたら嬉しいです。で、もう一個、えー、ゲームウィークと書きました。これは、あの、自分はですね、この授業チャンネルともう一個、勉強チャンネルをやって、あ、ごめんなさい。勉強チャンネルともう一個、ゲームチャンネルをやってるんですけど、あの、そちらの話になってしまうんですが、えー、3月の26日、なんでも始まってますね。えっ、ー、と、昨日からなんですけど、 えっと、4月5日まで、11日間ですね。えっと、Google さんが、えっと、主催してる、おっきなイベント、よくやってるイベントなんですけど、ゲームウィークというイベントがございます。で、そちらにですね、私今回出させてもらうことになりまして、あの、4月5日、最終日なんですけど、最終日の16時からですね、18時まで。で、と、前半の1時間かな、自分の枠、自分が、えっと、のチャンネルから見れるのは、だと思うんですけど、あの、 こっちの授業チャンネルではないので、えっと、ゲームチャンネルの方からしか見れないんですが、え、生放送で出演することとなりました。なので、あの、こっちで見てる方はね、あの、え、関係ないそんなのって思うかもしれないんですけど、なんで今回これ話したかっていうと、え、自分1月1日に、毎年ね、1月1日に今年の目標っていうのを掲げます。で、今年もね、あの、ダラダラジオで発表しましたけど、その1個に、 Google イベントへの参加っていうのを掲げました。で、えー、今回そのゲームウィークは Google のイベントなので、っていうか、その、それを意図して言ってたので、自分はこれに参加したいと思って。なので、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、今年これでね、一つ目、やっとですけど、一つ目の目標が達成することとなりましたので、あの、これで、そこ、この場でね、ちょっとね、告知というか、報告したくて書かせてもらいました。はい、頑張っていきます。超緊張してるけど。<laughs> と、いった感じです。 で、下に書いた問い合わせ先は、えっと、メールアドレス。事名の直通アドレスなので、まあ、何かあればそちらに送ってください。ただ、えっと、返信は全員の方にはできてないので、そこはご了承ください。で、もう一個、ツイッターですね。えっと、アット、ハイチ、えー、アンダーバー、とある。えっと、上のメールアドレスもそうですけど、それ、ハイフンではなくて、アンダーバーです。下の棒だと思ってください。で、ツイッターは、ひらがなで、ハイチと検索していただければ出てきます。漢字で打つと多分出てこないので、ひらがなでお願いします。 で、えっと、右の方に、数字の19に CH と書いてあります。これ、塾チャンネルといって、自分のホームページなんですが、あの、まあ、自分は、えっと、管理というか、管理は任せているので、他の方にやっていただいてるんですけど、自分の授業一覧とか、このダラダラジオの一覧が、えっと、検索すごくしやすい形になっているのと、あと、その勉強の方は、プリントアウトができます。最初自分、あの、ホワイトボードに書いてあって、答え書いてないじゃないですか。 そのまっさらな状態、だから穴埋めとか解けるんですけど、それをプリントアウトすることができますので、まあ、プリンター繋がってる方とかがいらっしゃれば、あの、勉強しやすいとは思うので、もしよかったら、ちょっと数字の19に CH っていうふうに検索してもらえば、一発目に出てきますので、もしよかったら、使ってもらえたらと思います。では、駆け足になりましたが、えっ、ー、と、こんな感じで、えっ、ー、と、チャンネルね、えっ、ー、と、この勉強チャンネルやっておりますので、 まあ今年もというか、まだね、4月になってないですけど、ま、今年度も皆さんにね、ちょっとでも役に立てるようなものをさらにね、配信していきますので、ぜひ、あの、勉強のおともに、受験勉強のおともに使ってもらえたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第136回、このチャンネルについてプラス告知というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。 では、次回、4月1発目ですね。ここ、何喋ろうかね <laughs>。決めてないんですけど、でもね、4月の6日なので、あれなんですよ。その、生放送の翌日なんですよね。そうそうそう。ん翌日。違う違う違う。ごめん。カレンダー見間違った。<laughs> えっと、今日26だから、4月2日か。2日じゃないよ。3日だよ。ごめんね。なので、生放送前か。 またその緊張した気持ちを喋る気もしますけど、まぁあ,あゃんャンは決めてないんですが、何か喋りますので、もしよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります以上ですありがとうございました